続いてジュージャ・ムシル、ハンガリーの選手です。持ち点は 9.425。 この人も注目の選手の一人、昨日の個人総合では7位。がついてるようですけれども、ソ連の場合もほとんど基礎がバレーですからね、はい、この選手もよく似てますよ、足の使い方が。最近東欧圏でメキメキと頭角を現してきました、このジュージャムシル。一つ取り上げてみても ね、先ほどのパノバ選手の周りと見ると全然半分以下ですね。非常に笑顔の可愛いムシル。もっともっとこの表現の豊かさを生かしたらいいですね。途中でちょっと遊びが多すぎますね。反りなんかは綺麗ですね。もう本当に柔軟性はなければ今新体操はできませんね。この MG キックって言うんですけども、反り身の運動はほとんどが引き足、いつも同じ足ばっかりを振り上げている選手多いんですけども、それを長年やっていますとこう背骨が曲がってきますね。湾曲の選手がたくさんいるんですけれども、やはり左右、小さい力から左右できるようにしておかないといけませんね。大きくなってからやはり片方だけしかできないということで、随分故障が増えてきてるんですよね。そうですか、はい。ムシルの得点が出ました、 9.550、 これで合計 18.975 となります。